文教皮膚論は、平安時代前期に編纂された文学理論書で、全六巻、中国の陸朝期から東朝に至る詩文の創作理論を取りまとめたものである。東大中期の長安に留学した空海が、帰国後に日本の公認年間に完成させたとされる。取り上げられている書家の評論の取者選択に空海の主観が入っているとはいえ、 そこに引用されている文章はすべてもろこしの文人のものであり、彼自身が執筆したことが確実であるのは各巻に見える序文のみである。空海は本書に関しては著者ではなく偏者の位置にあると言える。全力巻の構成は天音、地、東、南、西、北に分かたれている。これについて空海は天の巻に付された僧上において廃館軸を陸号。 剣府急を療養、名医曰く皮膚論。と、その意図を述べているが、この六巻の序列を以下用に配置するのかについては、従来二説が唱えられてきた。すなわち、天根、地の二巻がその冒頭に置かれるのは動かないとして、以下の四方くらいの巻を、先の東、南、西、北とするのか、あるいは東、西、南、北とすべきかということである。 戦後の文教皮膚論研究で、画期的な業績を残したとされる、小西仁一は後者を取り、その論拠として、僧女の末尾、戦日の、廃刊軸を陸合、の前に、総う十五種類、E コエプ、超超超え、種院、四世論、十七税、十四例、陸儀、十0定、8回、6シリング、二十九種体、分三十種病、類、十種質、 論文に、論体属等、これやと見えることを挙げる。その次第を詳細に見れば、小 F4 正論、17J6 シリング、29主体、分30種病、類、10種質、論文に、論体属となり、小性説の指摘する通り、空海自身が、本書の編成順序を、天、地、東、西、南、北としていたと見なせなくもない。 これに対し、高専博氏は、東、西と北、南で、巻大の命名に対応関係が見られること、また、定裁の面でも東、西の巻が、初夏の論を、空海自身の裁量で取捨しているのに対し、南、北の巻ではそのままの形で引用されていることが、多いなど、タイになっているのは明らかだとし、これをマンダラになぞらえ、空海の脳裏にあったのは、天根。 地を中心として、それを東、南、西、北が時計回りに取り巻く曼ラ的構図であったと考察する。全六巻の内容は、天、根、地、東、南、西、北の順で見たとき、冒頭の天巻では中国語に見られる、成長変化、四世紀の原理を解き、字巻では、死の形式や描くべき題材について述べる。天巻では、竜よしの成立論、 字巻きでは、王将令、高自然、上官ギラの指論を基本に置く。続く東巻きは、追句の種類と用法を解説し、南巻きは、文章のあるべき形、また、それを作る、才の心構え等を述べ、西巻きは、陰律上の避けるべき事柄を論じ、そして、最終の北巻きは、追句に関して守らねばならぬ、法則のまとめを綴っている。引用文献には、 中国では、もちろん、中国で一した観石をしばしば残している。日本においてすら、今日見ることのできないものも多く、その資料的価値という側面からしても本書は大変、貴重な文献と言える。以下は、各館の引用出典の一覧。同じく、空海の手になる、文筆眼心象は、全一巻。文教皮膚論のダイジェスト版とも言えるもので、その要点をまとめて、 分量を3分の1ほどに圧縮している。文教皮膚論の上司後に執筆され、その完成時期は、公認11年5月、空海47歳の時とされる。その内容は、4世、府、12市長制、八州院、陸儀、17税、14二27支会、8会、6シリング、29支退、7子特例令、分28秒、筆1秒、 筆に種税、分筆六体、分筆六質、定位四述、定位四質、負担の各項目に分けられる。文教秘膚論を縮小するにあたって空海は、引用書文献が示す例文とそれに付帯する書家の解説を中心として、大胆に切り捨てている。ために、本書は、文教秘膚論が用いた高い資料性を犠牲にすることとなったが、これは、 ダイジェスト版という本書の性格上、やむを得ないことである。なお、本書序文には、文筆含神とあるのみで、章の字を書く。章字は後人により付加された可能性もある。署名の文は、印文、筆は、三文を言い、文の、目、筆の、心というのが、その意図するところであろう。ありがとうございます。